続日本百名城ナンバー170、島根県浜田市にある浜田城。浜田城は松原湾に面した標高67メートルの丘に築かれた平山城。戦国時代以来、石見の国は毛利氏の支配下にあったけど、1600年の関ヶ原の戦いの結果、毛利氏は領地を減らされ、石見の国は幕府の直轄領となった。1619年に徳川家康十男の頼信が和歌山城に入ると、伊勢の松坂城も紀州徳川家のお城になっている。そして松坂城主だった古田重治が5万4000石で浜田藩を立藩した。武家諸法度で築城が禁じられていたけど、浜田にはもともとお城がなかったため、幕府から許可をもらって重治は浜田城を築城している。その後古田氏が2代で途絶えると、譜代大名の近田氏や松平氏が城主になっている。また近くには石見銀山があり、外様大名の毛利氏や浅野氏と接していたため、浜田城は幕府にとって重要なお城だった。幕末1866年第二次長州征討で浜田藩は幕府軍として戦ったけど、大村益次郎の長州軍に敗れて、藩主松平武明は浜田城に自ら火をつけて落ち延びていった。そのため浜田城は全焼し落城している。現在の城跡には建物は残されていないものの、石垣や車などを見ることができ、諏訪の城から移築された役位門が残されている。